そして西川貴信、マンツーマンでべったりとディフェンス、ファーストバスケット見事にジャスティン・バーレブル、今日も仕留めていきました。マッチアップはパードンです。西川から中村、早いタッチでいった、スリーポイント、外からのシュートは外れましたがパードン、笛はないか、そのまま速攻できました中村太一です。スミス囲まれているところ、外側からのシュートタッチ、リバウンド争いは福岡に入っている、ゴールした、スミスに預けました。簡単にはシュート打たせてもらえません。中に預けますがショットクロック残りわずかというところ、来ました、スリーポイント、中村から外、ステップバックからのスリー、来ました、パブロアギラル、スリーにはスリーです。ゆっくりと今インサイド、ジョシュア・スミス、ダブルチーム囲まれているところ、開いた外側から、こちらもスリーポイント、監督今ここスミスがダブルチーム囲まれているところ、外側開いて見事なスリーポイントが来ました、キャプテン神武、先ほどもスリーポイントのフリースローを見事に仕留めて、これが今シーズン3本目のスリー、ここはダブルチーム苦しいところですが気軽に預ける、トレイポーターピックをかけながら中に、ショットクロック4秒というところ、タフショットでした、よく守りました福岡、ボールのないところでも激しくマッチアップやり合っています。ジャスティン・バーレル、そしてトレイポーターのマッチアップ、フロントコート一気に運んでいって、そのまま自分で来た、サイドスミスにはダブルチーム、しかし物ともしません。2メートル10センチ、選手名鑑では138キロですが、マッチアップ熊谷です。速いタッチ、今日2本目谷口、これで今1点差まで千葉が詰め寄ってきました。スミスパワーで押し込んで、カウントワンスローとはならず、ただツーショットです。このチームのエース、テントリアのアシュリーなんですが、今日マッチアップがジョシュア・スミスというところ、かなり厳しいマークにつく、中村とのマッチアップ非常に見応えのある今日の走り合いです。スミス、これイポーターの上から行きました、相方からバーレル、外側開いて西川、スリーポイント、デレック・パードン、外側開こうとしたところアギラールがカット、走って空いたから、走ってからにワンスローです、苦しくなっています、体に当てて空いたとともによく走りましたパブロアギラール、加藤から中取り返します、ジャスティン・バーレル前にボールを運んでいく、スリーポイント、今日2本目が来た、今日はスリーが来ている谷口、スリーポイント、さあ点差を開いていきます福岡、中村大地のスリー、ボール乱れていますがよく抑えました、そして合わせて入ってきてスピード、しかしゴール下、守りきったのはジャスティン・バーレルです。激しいディフェンスは木田隆明、スミスを使いながらなんとかゴール下しっかりと仕留めていきました、激しい打ち合い、体力の削り合い、前半からお互いフルスロットルです、後半に入っています、外側から谷口、こちらもスリーポイント、今日2本目、スミスとポーターのマッチアップはスミスが決めきりました、中スミスに預けますが、ややリングが遠い、周りに指示を飛ばして自分できました、フック、中村からフォーファールですが谷口、ジョシュア・スミス中に入れる、いい合わせになりました、西川のスコア